皆さんこんにちはあつこストロンゲストです今回ご紹介する本ははいこちらです育ちがいい人だけが知っていること須内恵美さんですでですねあの育ちというのはまあどういうことでしょうかあの別に家柄がいいとかそのお金があるとかそういうことではなくてまあ、日々ですねあのー なんでしょうねあのー、マナーよく過ごそうと思っていればまあ、育ちが良い人のように見えるということですね。で私ですねまあ、具体例なんですけれども今までですねあのー、そのそトイレットペーパーのホルダーはまあ三角に折ってまあ、次の人に使いやすいようにする。 あとですね、えー、と割り箸の袋でですねあの箸置きを作ってお箸を置くそのようなことはあのー、上品なことかと思ってたんですけれどもまあ実際私はですね自分がズボラだからやってなかったんですけれども実は駄目だということがですねこの本に書いてあってはあと思ったんですね。だからいいいととと思ってやってててやもも実は違うううようなことも、まあ 多々あることだとだ思います、えー、まあこの本はですねあの読むとあのまあ自分のですね日々の,あの暮らしであのやっていることが、まあ、あの上品かどうかすごくよく分かりますので皆様にも是非読んでいただきたいと思います。はい今回もご覧いただきましてありがとうございました。 またこのようにですねためになる本がありましたらこちらでご紹介しますので次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。